この時間は IPO インタビューのコーナーです本日東証グロース市場に新規上場した証券コード5842インテグラル株式会社代表取締役パートナー山本玲次郎さんにお越しいただいていますはい、よろしくお願いいたしますでは早速ですがインテグラルの事業内容からご紹介いただけますでしょうかはい、えー。こちらのスライドのですね、えー、右の図の方をご覧いただきまして このインテグラル私どもの,のロゴございますけれどもこの左側に箱がありますこれファンドですねこのファンドの投資家がですねまあ、上の方から機関投資家様があのご投資をいただいてこのファンドをですね投資家先様にまあの資金提供していくという仕組みなんですけれどもこのファンドから3つの収益があります1つはですねフィッシュ報酬ということで管理報酬 それから投資先様からもいただく経営支援料これがフィー報酬安定してリカーニングで上がってくるというものですねで2つ目がですねキャリードインタレストこれは特殊な言葉なので次のページまたありますけれどもこの2とあるところですけれどもファンドの投資がありましてキャピタルゲインムありましたその20%をですね成功リターンとしてインテグラルこの右側の方にいただくとこういう仕組みですで加えて私どもインテグラルは特別なんですけれども日本で唯一ですね合わせまして自己資金 プラプリンシパル資金を投資をするというふうになっていますので、えプリンシパル資金も投資をするしファンド資金も投資をするというハイブリッド混ぜて投資をするというのが我々の仕組みの特徴になっています。この三つの収益源があります。はい。でこの二番目の特徴的なところをですねキャリードインタレスト、はい、こちらはさらに教えていただけますでしょうか。はい これはあのあの皆様おご,ご理解いただけるようにですねキャリードインテレストの成功リターンの仕組みって何だという時に、えー、事例的にですね100億円を投資つまり100億円のファンドを設定しましてそれが何年かして250億円で回収になったというケースで見ていただいておりますまず100億円ですから左側のこうまあグレーの棒が立ってますけれども一番左に9898 98億円をファンドの 機関投投資資家の方々が皆さん投資をしますとで右側に赤いところで2二億円をインテグラルこれがファンド運営者を GP ジェネラルパートナーと呼ぶんですけれどもファンドの運営者である我々が2億円投資しますとでその後これが100億円合わせまして200億円になるっていう時に投資の利益はそれぞれにファンド出資者の方々に百147億円。 右側の方の赤いところになりますと投資利益は3億円になっています。ただもう一つ特徴が、ね、29.4億円分というのがこのファンドの方々の利益の20%分になりましてこれが右側に移ってきてインテグラル株式会社の方に成功リターンとしていただけるとそうすると2億に3億を足して29.4億円を足すということで34.4億円の収入になるとそうするとこれは元本の倍率17倍を超える。 年利の複利でいうと103%になるということで、まあ、ファンドの運営者のリターンというのはキャリードインタレストというのをいただくことによってです、ね、ファンドの出資者よりも高いリターンを得るとこれがファンドの成功リターンの根幹をなすということになります、はいえー、では、えー、次にどんなところにこれまで投資されてきたのかというのをまとめていただいています。はい 2007年以来も16年でございまして、もう非常に多様な業種で、まあ31社9月までで投資をさせていただいております。で、累計の投資事業価値というと6600円上る6 0 0 2 0 0 0 6 6 0億円上るというふうになっております。あ、皆さんも中にはいくつかあ、あの会社もそうだったのというふうに思われる会社もあると思います。はい。え、今4号ファンドまで、あ、そうですね。はい。はい えー、では続きまして、えー、業績の動向について教えていただけますでしょうか、はい、まさしくあの今おっしゃられた通りですね、えー、国内海外投資家によるファンド資金の運用というのが2010年から2020年かけて、まあ、年の福利ベースで26%でまあ拡大をしてきています <coughs> あのこの下にありますように1号ファンド2号ファンド3号ファンドで4号ファンド見ていただきますと <coughs> 投資家さんがですね大体半々ぐらいで、えー、日本と海外になってると、はいえー、いうことですね それから3号から4号へは3年ぐらいのインターバルで設定をしているんですけれどもその2号から3号、3号から4号ともに、ね、1.7倍になって成長してきているというようなことです。うもう4号ファンドがです、ね、もう7割の使用残高になっていますので次に5号ファンドを立ち上げるのは近々なってくるかなというふうになっておりますはいでは続きましてこちらパフォーマンス実績。はい 4つのファンドありまして1号ファンドというのはもう実績ですえーまあ MOIC ってあるのは元本倍率ですね2.6倍それから IRR っていうのは年の複利の利回りですけれどもこれ25%を超えるということになっていますで2号ファンド3号ファンドもまだ非常に順調な成績を収めておりましておりますでこの1号ファンド 左側の投資額が回収額右側にと映る矢印になっているところですけれども、えー、と実際にこういわゆる回収エクジットになった分とそれからまだ回収になっていないけれども私どもが投資中でその評価をするといくらになるかというものを合わせましてこのリターンが出ています。ただここののの評価ととといいうううがです、ね、このプライイベートエクティ投資という部門でいうと 投資家の方々はコンサーバティブ、まあ、保守的な評価を期待していますのであ,あまり上がったり下がったりしないつまりじわじわじわっと本源的価値の上昇に伴って上がっていくことをやりますので大変保守的なことになっています。なので実際に EXIT を迎えると今こちらに挙げている森よりもですね過去について実績ではさらに上がるということになっているというのが我々のパフォーマンスです。はい、はい えでは続きましてこちらの業績、経営指標について教えていただけますか、はいえー、先ほど申し上げたように3つの収益がありますので3つ申し上げるとですね一番左の方はあのまはあ、フィーですねこれがリカーリング毎年毎年繰り返して、えーあのえー、いただけるということで、えーまあ、半年で20億円年間で40億円、えー、来年、で例えば5号ファンダー立ち上がっているとさらにこれが加わってくるとなります。 え、真ん中のところは未実現キャリードインタレストというのがありまして、この見積もり額え、2号3号4号ファンドのごとにですね。累積が毎年こう増加しているのがございますが、これは四半期ごとに開場されますえ、将来受領見込みのキャリードインタレストの先行資料になりますので、えこちらをずっと注視していただけると投資家の方々に分かりやすく、あ、これが将来あの価値になって,出てくるんだなと見ていただけるというになります。 一番右の方は私ども申し上げたおり自己資金投資がありますのでこれが、母家に比べて一体いくらになるかこれも四半期ごとに財務諸表に載っていますのでこちらを見ていただければと思います、はいはいえー、では続きまして御社の強みについてご紹介いただけますでしょうか、はいまあ、大きく3つにございまして 私ども自己資金投資をしますというと、まあ、日本で唯一ということもありまして大変あの日本では受け入れられらているやり方です2つ目には私ども iEngine ンンという名前を付けてやっているんですけれども皆様投資先の方々の、まあ、いろんな事業のプロジェクトがありますけどこれを汗を垂らしてです、ね、みんなでもう熱意を込めて成し遂げようということで共に働きますという半蔵型の経営支援これが1つの特徴ですね。 でそして3つ目には、これを支える会社の文化としてです、ね、全員参加型のワンチームファンドということで、全員がです、ね、ノウハウとか経験を共有し合って、投資先様に対してご支援をすると、この仕組みがあります。まあ、こういうことで、日本市場で大変受け入れられてきまして、16年、オンリーワンの地位になったということで、今もです、ね、多数の有料な投資機会をいただけているというふうになっております。 まずあのファンドに加えてあの本体も投資しているというところなんですけどもこちら教えていただけますか、はいえーまあ、自己資金投資はしますとです、ねえー、ファンドというのは大体10年期限とかあるんですね、まあ、平均して7年とか8年とかで、えー、IP をするとかマデ、えー、M A、があるとかということで、えー、エグジットがあるんですがこのプリンシパル自己資金について言うと期限が10年切られません。つまり 長いとです、ね、この1号ファンドの幼ウ山本っていうファッションデザイナーさんの会社がありますけどこちらについてはもう13年超ご一緒しておりますこういう方々からするとですね QB ハウスさんも JRC さんも皆さんこの自己資金投資があるからこそインテグラルと投資をしてほしいということになりまして、うん、相対取引 えー、競争入札ということではなくてですねあなたたちだけとやりたいということを言っていただけると<ー>、まあ、したがって有料な案件がいろいな方々とご一緒できるといううになります、えー、実際に、まあ、プリンシパル事項資金の投資もですね結果としてはですね過去この、えー、16、まあ、年の歴史の中ではですね元本倍率としては8倍を上っておりますので、まあ、実際にリターンとしても非常に、まあ、優秀な成績ではあるんじゃないかなと思います、はい 2>, はいえー、2番目が、えー、経営支援の部分ですね。はい えーまあ、この経営陣の方々いろいろお仕事あるんですけれども事業面例えば海外進出とかですね新規事業を立ち上げる m o n d a を行いたいそれから財務面のサポート管理面では、まあ、例えば経営陣の見える化とかインセンティブプランを作るとかこういうお仕事をです、ね、原則として私どもはメンバーが実際にあの会社に伺ってですね、えー、懸命に一緒に働こうということでございますで、えー、もちろんその時にもご評表表ただけるんですけれども まあこの活動が終わった後にもですね経営者の方々会社の方々がですねいや助かったよということでまた他にも宣伝していただきましてまあこれも次々と他の紹介案件につながっているというふうになっています<ー>はいはい、えー、そして三つ目ですはいでこれを支えるのがですねカルチャーなんですね、えー、まず <coughs> いろいろ <coughs> 私どもに入っていただく方はまあいろんなバックグラウンドでえコンサルティングとかえ金融とかメーカーとか観光庁とか えー、いろんな経験をしたものが入っているんですがそれが皆さん経営のための手法をいろいろ学ぶという仕組みも持っていますしそれから私ども投資委員会といって、えー、投資委員が投資力を決めていくとディシジョンメイキングのところにですね、えー、みんなが参加してくるというふうになります。全員員参加でででですす役職員がこここのファンドににも自自分で出所するとととといいうことでもう自己責任、えー、懸命に働く もうとにかく会社のためなら何でもするぞというのがメンバー全員揃ってます約今80名ぐらいのものでございますけども懸命に働くというのが我々のカルチャーであります。 では今後についいいいてお伺いしたいと思います成長戦略を教えていただけますでしょうか。はい、なんといっても、ね、AUM ・アセットアンダーマネジメントといって資金運用額を増やしていくと、まあ、5号ファンドは先ほど申したように毎回1.7倍になっているような4号までのことを実績を踏まえて、ね、5号ファンドのファンドレーザーはこれからすぐ始まりますし それからいろんなこうターゲットに合わせた投資ファンドも作りますし不動産、インフラ、グロースクレジットということでアセットを種類も増やしていくということをやってまいります、はい、こちらはどううでしょうか、はい、AM 成長10%、20%それからリカーリング収益のところについてもマージンは30%、40%稼ぎプリンシパルの投資リターンは先ほど8倍と言いましたけどコンサバに見ても3倍をしっかりやっていこうということで ROE を15%を目指すと。 これから株主総会を経てですね配当方針決まりますけれども、DOA ベースに安定した配当に加え、ですね将来、リターンが上がれば特別配当等を考えていくと、頑張っていきたいいと思いますあ今後、配当も考えていらっしゃるというでは最後に番組をご覧の皆さんに向けて、メッセージをお願いします、はい、私どもインテグラルは、日本で初めて上場するプライベートエキティ投資会社になります。皆様のご期待に沿えるようですね 産業界の方々それから投資をいただける方々皆様のお力を我々に貸していただけましたらえ懸命に需要価値を上げて皆様にリターンをお返しできるようにしたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、今日はありがとうございましたありがとうございました